シニアリング株式会社は日本製鉄グループ、日立グループのシステムインテグレーター。略称は NHS。新日本製鉄と日立製作所の共同出資により、1988年4月に発足したシステムインテグレーターである。情報システムに関するコンサルティング、ソリューションの提案、ソリューションを実現するシステムの設計、開発、システムの保守、 運用までシステムライフサイクル全体にわたるサービスを提供している。本社は東京都中央区明石町西路カタワー内。愛知県名古屋市、大阪府大阪市、兵庫県姫路市、山口県周南市、福岡県福岡市、大分県大分市に事業所を構える。1992年発売、パプリージー、パプリージー、パプラサイ。 パプレスウェブの各バージョンアップを経て、現在は Papers5 が最新バージョン。帳表の作成、取り込みから電子保存、出力までをワンパッケージでカバーする統合帳表基盤パッケージ。Papers を活用した電子帳簿保存法など法令対応支援サービスも行っている。各業界特有の個別機能を搭載した SAPERP 用テンプレート。 現在、4IT、4エンジニアリング、4マニファクチャリング、4スチール、スピード、iPower a d AWS がある。NHS は、グラディ社が提供する ERP、グラディのコンソーシアムのプライムパートナー。素材系企業向け生産管理テンプレートなどいくつかの業種業態別変容テンプレートを用意しており、小コスト化、単行期化を図ることができる。 NHS の20年来の制約業向け、システム開発ノウハウをテンプレート化したソリューション。現在、ファーマート実証化、ファーマートコールセンター、ファーマート学術文献、ファーマルツェファ、ファーマートプロモーション資材管理がある。シェアポイントを利用した申請ワークフローシステムで、既存のマイクロソフトエクセルの文章申請書などとして利用できる。 オフィス365シェアポイントオンラインにも対応。2017年10月販売終了。順番待ちの発生する受付窓口業務に対応する iPad 用の受付番号発見アプリで基本機能は無料で提供している。受付用と呼び出し用の iPad2 台と対応プリンタ無線ラ a ンを用意し、アップスドーからアプリをダウンロードインストールすれば誰でも 利用可能。中1営業の日々の活動を登録し、営業活動管理や案件管理、顧客管理を行うアプリケーション、日報や集報を自動作成するほか、スマートフォンにも対応し、手先からの入力や閲覧も可能。クラウド版とオンプレミス版がある。ありがとうございます。